調子いいみたい。一番さんですよね。え？ああ、確かにそうだが。あ、申し遅れました。私、当の楓って言います。やっと会うことができた。楓ちゃんだっけ？悪いんだけど、俺ら前に会ったことあったっけか。ずいぶん前に一度だけ。私がカムロ町で不良たちに襲われそうになっているところを助けてもらったことがあって。カムロ町でそんなことあったかな。すまねえ、ちょっとよく思い出せなくて。いえ、いいんです。本当昔のことですから。ああ、悔しいな。こんな可愛い子助けてたんなら忘れるわけねえんだな。そんな私なんて全然可愛くないですよ。でもずっとお礼を言いたいと思っていたんです。あの時はちゃんと言えなかったから。随分と律儀な子だな。でも楓ちゃんもカムロ町にいたならすれ違うくらいはしてたかもな。実は私ずっと病気でほとんど外に出られなくて、学校にも行けなかったんです。だからお会いできる機会は少なかったかも。本当はもっと早くに会ってお礼ができたらよかったんですが、時間だけが過ぎてしまって。そうしているうちに春日さんはカムロ町からいなくなってしまったので。ああ、でも私は決めたんです。春日さんとまた会える日は必ず来るから、ずっと待ってお礼を伝えようって。そうだったのか。病気ってのはもういいのか。ええ、今は病気からも解放されて、こうして外に出られるようになったんです。だからこれまでできなかったことをやりたいって思いまして、その第一が春日さんへのお礼です。そうか、この子いつ会えるとも知らねえ俺のことをずっと待っていてくれたのか。誰も俺のことなんて待ってくれてねえと思ってたのによ。ちょっと嬉しいじゃねえか。わかった、じゃあ今日は楓ちゃんの出生祝いってことで俺が好きなところに連れてってやるよ。本当ですか、嬉しい。でも私別に刑務所にいたわけじゃないですけどね。ああ、無所にいたのは俺の方だったな。今からすぐ遊びに連れて行っていただけるんですか。もしやることがあるなら私待ってますけど。なあ、大丈夫だ。それじゃあ行くか。はい、よろしくお願いします。とはいえ今の若い子はどんなとこで遊んでんだかよくわからねえな。どこに行こうか。スナックでも行くか。ママや常連の連中と酒飲みながら話すのは結構楽しいしな。楓ちゃんのことも紹介してやるよ。スナックですか。それも楽しそうですけど、まだお昼ですよ。ああ、そっか、そうだよな。
ホストクラブに行くか。え？あそこならイケメンホストもたくさんいるし、きっと楽しめると思うぜ。いい酒もあるしな。私はイケメンに囲まれてお酒を飲むよりも、春日さんと違うところに出かけたいかなって。それにまだお昼ですし。それもそうだな。病み上がりの子を連れて昼間からホストクラブに行くってのもあれだよな。すまん、若い子が楽しい場所って考えてたらつい。いえ、気にしないでください。私のためにいろいろ考えていただいて嬉しいです。ゲームセンターなんでどうだ。いろんな種類のゲームがあって結構楽しめるぞ。ゲームセンターですか。いいですね。実は私、ゲームセンターって行ったことないんですよ。え、そうなの。まあ外に出られなかったっていうなら仕方ねえか。じゃあこれから行ってみようぜ。はい。なあ。横に移動だよ。1スタンプ、どこを狙うかが重要だよ。狙いを決めて。こんなところで止めちゃって。どうだ。横に移動だよ。1スタンプ、どこを狙うかが狙いを決めて。いけー。どうだ。コングラチュレーション。横に移動だよ。行きまーす。ストップ。どこを狙うかが重要。狙いを。こんなところで止めちゃって。どうだ。
もう。ありがとうございます。俺に懲りたらバイトでもして金稼ぐんだな。大丈夫か楓ちゃん。春日さん、はい大丈夫です。また助けてもらっちゃいましたね。あの頃と同じ、やっぱり春日さんは私のヒーローです。あの頃か。なんだか暗くなってきましたね。そろそろデートも終わりかな。ねえ春日さん、ん？最後に行きたいところがあるんです。もう少しだけ付き合ってもらっていいですか？あ、ああ、
いですね。私こうやって夜景を見ることに憧れていたんです。確かに綺麗なもんだな。ずっと近くにいたのに気づかなかった。しかし偶然ってのもあるもんだよな。時間が経ってもこうやってまた会えたんだからよ。え、そうですね。でも私、病室からは春日さんのことよく見てたんですよ。え、そうなの？いつも外から春日さんの声が聞こえてきて、最初はうるさいなぁなんて思ってたんですけどね。釣り線返せとか、まだ蜜が食べてるだろうがとか、毎日いろんな声を聞いてました。昔からしまらねえな、俺は。でも窓から外を走り回ってる春日さんを見ていたら、だんだん私も楽しくなってきちゃって、ベッドの上で変わり映えのしない闘病生活だったのが、いつしか私の目は春日さんに嗅ぎつけになっていました。春日さんが半袖になったら夏が来たんだな、マフラーを巻いたら冬なんだなって思ったり。そうか、もっとかっこいいとこでも見せられてたらよかったんだがな。ううん、そのままで十分です。だって私はそんな春日さんのことがずっと好きだったんですから。いや、だがそんな急に言われても。マジか。慌てすぎですよ。ねえ春日さん、私の分もこれからずっとずっと長生きしてくださいね。え、ちょっとあんた、ん、夜に何一人で騒いでいるんだ。ああすんません、でも別に一人ってわけじゃ。あれ、酔っているのか。それなら一緒に交番まで。いや、悪いな、おまわりさん。大丈夫だ。そうか。とにかく早めに家に帰るんだよ。ああ。またいつか会えるよな。